皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。毎月ですね、この BTS レポートっていうね、こちらをご紹介させていただいてるんですけど、やっぱりね、中身いっぱいですよ。だからまあ、触りだけみんなどれもどれもただ見出しだけちょっとっていう紹介だと、面白くないっていうかね、はい。で、これちょっと5月号ですね、5月号。で、まあ販売店公言学っていうコーナーがありまして、そのバイク屋をね、初めてやっている方、ね、そちらの方の、まあ、インタビューっていうのがあるんですよ。で、まあ、それぞれね、やっぱりほら、続けてるってことは、ね、それなりのあれがあるわけですから、ね、経営者としてね。うん。ですから、そういったものをね、ちょっと はい、見ていきたいと思うわけでございます。はい。5月号に載ってます。ちなみに、有限会社フォーラムさんですね、代表取締役の会長を今やられております。吉松久幸氏、鹿児島県鹿児島市で、そうでございます。勝てば官軍、負ければ俗軍、ね、その覚悟を持って店の経営に取り組んでいます、ということが書かれております。こちらの方ね、この笑顔のね、はい、この、75歳ぐらいの方ですかね。はい。先輩ですよ。ね、鹿児島県でナンバーワンの販売台数を誇るのが、鹿児島市を中心に店舗展開する有限会社フォーラム。創立は1989年9月、そこから30数年で県内に7店舗を構えるにまで成長。これまでの軌跡について、代表取締役会長の吉松久幸氏に伺ったということでございます。有限会社フォーラムが創業したのは平成元年、1989年ですね。これまで多くの販売店を取材してきた中で、家が二輪販売店だから家業を継いだ、バイクが好きだからバイクショップで整備士を経験し独立したという話は何度となく聞いているが、フォーラムの代表取締役会長である、吉松久幸氏の経歴は異色だ。前職はですね、鹿児島県の公務員ですと。1989年ちょうど40歳の頃ですが、どんな声なんですかね。まあ、いい年の話ですからね。前職は鹿児島県の公務員でごわす。すいません。はい。1989年、ちょうど40歳の頃ですが、ふと私の人生、このままで終わっていいのか、と思ったのが始まりでした。1968年から21年と6ヶ月間、勤めた公務員を思い切って辞めて、その年の9月に二輪販売店を始めました。16歳で二輪免許を取得した後は、モトクロス遊びに熱中し、あ、これもまだ続いてるのかな、高校3年生の頃はずっと二輪販売店でアルバイト。その経験があったとはいえ、店の経営に関しては未経験。最初はいろいろありました。当時はまだまだ閉鎖的な業界で、他店の皆さんとの関係も薄く、二輪販売店の集まりに参加できなかったり、でも逆にそれがプラスに働いたという側面はあります。店のオープン時は、私を含めて従業員は3人。その3人がご飯を食べていけるだけの利益があればいいので、安売りに徹しました。1989年はまだバイクが売れている時代で、とにかく売れましたね。多い時には1日に10台以上納車したこともあります。すごく忙しかった。私としては、なんでバイクやってこんなに儲かるの?と思っていましたが、そうした販売状況について指摘を受けることもありませんでした。そういったしがらみがなかったから逆に良かったのかもしれません。やがて他の店からも、新車ならフォーラムさんが安いよ、と言われるようになり、その言葉を聞いたとき、何か一人前の二輪販売店として認められたような、そんな気がしたのを今でも覚えています。スタートダッシュに成功したフォーラムは現在、バイクフォーラム柴原サービスセンター、以下サービスセンターとなっている鹿児島市柴原の店に続いて、1992年にバイクフォーラム、カジキ店と呼ぶんですかね、現バイクフォーラム、浜田店。なんていうんですかこれ。読めない。1996年にバイクフォーラム一式店ですかね。99年にバイクフォーラム鹿児島店。ね。はい。2001年にバイクフォーラム、かや店。2002年にバイクフォーラム福岡店。2007年にバイクフォーラム、うぶすきって言わないですよね。なんとだろう。何店。はい。以下。これはね、現川崎プラザ鹿児島になっているそうです。2013年にはバイクフォーラム和田店と、を次々と出店。創業からよどみなく順調に成長してきている。また、新店舗ではないが、2020年には、その、先ほどね、はい、川崎プラザ鹿児島ですね、はい、を出店していると。店変わった。名前変わってね。はい。だから建物の多分、
色とか作りとかみんな変えたんだと思いますけどね。はい。グループ店であるプラザ鹿児島、修理整備を行うサービスセンターを含めると、鹿児島県に6拠点。取材では、鹿児島店のほか、サービスセンター、プラザ鹿児島、和田店、一色店の5拠点を訪れたが、とにかくフォーラムが市内の至るところにあるという感じだ。しかもそのほとんどが高立地。そこには吉松会長の持論が反映されていると。出店する際の基準は、1に場所、2に広さ。例えば国道沿いや街の中心部など、売れる場所、価値のある場所、つまりは坪単価の高い場所を狙って購入しています。土地の価値に尻込みしてはいけない。お金がないからといって、価値の低い場所を小さく借りてしまうと、店に動きがなく売れない。結果何も残らない。それでは出店する意味がありません。坪単価が高いところっていうのは、もし何かしらの事情で店を辞めるときに高く売れます。フォーラムは場所を借りるのではなく、すべて買っているのだ。借りると店を自分の好きなようにできないでしょ？それに、さっき言ったように、買うときに高い土地は売るときも高い。店が10年続けば叩き売ってもトントン。15年ならプラスになる。20年なら余裕で余る。うちはあと8年したらもう返済がないので、その後は今返済している分も利益になります。他店が販売した車両の下取り車や買取車は問答無用でオークションに出品しちゃってるそうです。はい。中古車ユーザーはバイクを買う。新車ユーザーはお店を買う。これが新車に力を入れる理由だそうでございます。フォーラムの新車中古車の販売比率は6対4で新車。新車に力を入れていることには理由があるそうでございます。中古車は一物一家。同じものは一台とありません。それをお客さんはあったあったと買いに来られる。つまり、目的のバイクを買いに来る。でも、新車はどこの店でも同じ商品。お客さんは何店も見て回るけど、その中の1店がうちの店。実際に来店いただいたら軽く商談します。その後、また来店された時にはさらに深い商談に入り、そこから購入に結びつけます。納車から1ヶ月後には点検が待っています。何度もお客さんと面と向かって話すので、信頼関係が生まれる。つまり、新車を求めるお客さんには店を買っていただいているのです。普通、近所で同じものが買えるなら、わざわざ遠くの店では買いませんよね。新車の場合、お客さんとは店が近いから関係が継続する。でも中古車は遠くからのお客さんも来る。うちまで1時間も2時間もかかるようなところに住んでいる方が購入されたとします。購入後タイヤがパンクしたという連絡が来ても、すぐには対応できないことが多い。そうなるとお客さんとしても近くで買えばよかったとなりますよね。さらに、アフターが違う店になると、うちは売って終わりで関係が長続きせず、固定客となる人もそう簡単には増えない。新車に力を入れる理由はそこにあります。原付一種からリッタークラスまで幅広い車種を揃えるが、主力は原付クラスだという。一台あたりの利益のことだけ考えれば、大排気量車の方が有利です。でも、そう簡単に売れるものではありません。小排気量車は日常の足としてもご利用いただくので、台数が出る。原付を10台売ればお客さんは10人。それと同じ利益を出すのに大型は1台売れば済みますが、お客さんは1人。もし利益が同じでも、年間で考えるとお客さんの数が全然違ってきます。その人たちの口コミで広がる人数も全然違う。私の理想としてはまず 50cc を買ってもらい、次に 250cc、その次は 400cc、最終的には 1000cc とつながっていけば、一人の顧客に何台も売れる。バイクの商売というのは、作物を作るのと一緒だと思っています。従業員にはまず種をまきなさいと言っています。それが 50cc を売るという。そこから芽が出て最終的に実がなる。それが 250cc や大型につながるということ。だから単純に利益を求めるのではなく、顧客が何人増えたのか、それを重視しています。結果、年間の販売台数は1800台から2000台になるという驚きの数字だが、当然次のバイクに乗り換える人の下取り車も相当な台数になるだろう。相応のスペースも必要になるものと思われるが、それについて確認したところ、意外な答えが返ってきた。うちは倉庫を持たないようにしています。どういうことなのだろうか。下取り車や買取車はサービスセンターに一旦全部送ります。そこでうちが売った車両でなおかつ1週間で仕上がるものだけ残し、BDS オークションに出品しています。うちが店頭に並べる中古車は、うちが販売したバイクだけ。理由は利益が明確だからです。他店の販売したバイクの利益は追い切れませんので、たとえどんなに状態が良さそうに見えても取り扱いません。
そういう出すものがもったいないと思うようなバイクはオークションで高い値がつくんです。そのまま何もしなくても出品するだけで利益になる。でも店に置いておくだけでは利益ゼロ、つまり余分な在庫を持たないので倉庫が必要ないのだ。そのような管理体制でも数パーセントはクレームがある。でも利益が明確なバイクはすぐに修理対応が可能だというと、ね、手に接着剤をつけてでも工具を離すな。それぐらい整備に特化しているサービスセンター、ね、サービスセンターというのがありますですね。だから お客さん直接お客さんの接客しない店ですところですね、はい、従業員の教育方針もフォーラムは独特だ、ね、うちは従業員に対して自分の将来をちゃんと見据えておくようにという方針なので2級整備士までは取らせます。入社後おおむね1年経ったら3級整備士、その後2級整備士に挑みます。現在フォーラムには整備士が約30人いますが、検査員が10名、2級整備士が十数名、3級整備士は3名です。またフォーラムはこれからも伸びていくつもりはあるが、この先はわからんぞと断るごとに言っています。実際今の情勢がコロッと変わればどうなるかわからない。でも2級整備士まで取ればどこに行ってもご飯が食べられるでしょ。だから私のことが気に入らないという従業員がいたとしても、私に文句があっても5年は頑張れ、2級整備士を取った後は好きにすればいいと伝えています。このどんどん資格を取らせる方針は創業当時にまで遡ると、当時メーカーの政策が認証工場は不可欠というものでした。それについていくためです。現在すべての拠点が認証工場であり、中でも鹿児島店は指定工場となっている。いわゆるプラザね、プラザは指定工場じゃなきゃできないんですよ、はい、だから指定工場ということだと思いますけどね、はい、同じ整備工場でも、サービスセンターとはその役割が全く違うと。サービスセンターはいわば後方支援部隊、ね、後方支援部隊、他の拠点から送られてきた車両の修理や整備を行います。基本的にはユーザーさんの依頼は直接受けません。気持ち的には手に接着剤をつけてでも工具を手から離すなというぐらい整備に特化している拠点です。それに対してお客さんへの対応がある拠点は前線部隊、例えば鹿児島店で重整備とかをしているときにお客さんが来てパンクを直してと言われたら今忙しいとなり顔も険しくなる。それじゃあダメ、何かあったらすぐにポンと工具を放り出して対応できる体制でないといけない。笑顔で街の整備をしなさいと常日頃から言っています。ユーザー向けのイベントに対する考え方もユニークで、毎月拠点ごとに持ち回りでイベントを行っています。ボーリング大会はお客さんのほか、その友達や家族などバイクに乗らない人にも人気なので、乗らない人にも輪を広げるという意味でもよく開催しています。ツーリングは年間を通してスケジュールを決めなさい、場所は毎年同じところでもいいと言っています。これまでお客さんを飽きさせないようにと行き先に悩むというお店の話は何度か聞いたことがあるが、その逆なのだね、うん。同じところに行けば途中の休憩所やトイレの場所、食事の店などが分かっているので企画や運営がスムーズになる。そうすると同じ場所じゃつまらないというお客さんが出てきますが、スタッフにはそういうお客さんは断っていいと伝えています。人が入れ替わっていくことでいろんな人が楽しめるイベントになりますから、同じ人を楽しませても輪は広がらないと考えています、ね、異業種から転身した時に感じた社会的地位の低さを高めていくのが今後の課題ということが言われてますね、はい。吉松会長は次の展開をどのように考えているのだろうかと、ね、今後は店舗数の拡大とかよりも内容の充実を考えています。二輪販売店の社会的地位の向上に一層力を入れたい。異業種から来た時その差に驚きましたから、まあ、公務員ですからね、もともとね、はい、人材募集の際、社会的地位の低さを痛感するのだという。従業員を募集してもなかなか人が来ない。以前はたくさん応募が来ていたのに今は正反対。最近はジーパンにスリッパのような格好で面接に来る人もいる。そんな時はこう聞きます。あなたは公務員の二次試験の面接にその格好で行きますかと、大体行きませんと答えが返ってきますので、うちを軽く見ているのならお帰りください、うちで働きたいのならスーツを着てもう一度お越しくださいと伝えます。要するこういう格好で十分と思われているんです。この意識を改革していかなければならない。二輪販売店も一つの会社、企業なんです。もちろん店も変わらないといけない。例を挙げると、店頭にバイクを並べる際に歩道にバイクを並べたり、
道路を不正使用したりしない。バイクの積み下ろしも路上では行わない。関係者すべてがそうした意識を持ち、改革していくことが大切。そうすれば環境も変わると思うんです。自分たちの意識改革として、フォーラムでは20年前から福利厚生に力を入れている。これが鹿児島県日置市、よろしいですかね。海岸線にあるバイクフォーラム、緑風化、全体が約6000坪もある保養施設。保養施設持ってるね。バイクを整備するのって汚れるじゃないですか。仕事ではそれでもいいとして、休みの時は別荘で優雅にゆっくりと時間を楽しみ、心と体をリフレッシュ。そういう生活があってもいい。待遇面も3年前から5カ年計画で、基本給の昇給5万円を目指していますが、現時点でほぼ達成。他業種と比べても見劣りしない金額になっているかと思います。また、従業員は先発禁止、染めちゃダメ。禁止など、見た目の清潔感も大切にしています。ヒゲもダメだね。会長ヒゲしてる。部署ヒゲじゃないから大丈夫。吉松会長は最後に次の言葉で締めくくった。今の日本の礎は薩摩藩が作ったと思っています。勝てば官軍、負ければ俗軍という言葉がありますが、私もそういう覚悟で経営に取り組んでいます。結果を出しているから、発言に説得力が生まれる。これからも真摯な態度で協会に、従業員に、お客さんに向き合っていきたいと思うでごわす。すいません。思います。と、締めくくって、ございます。はい。まあ、いろんなね、皆さん感想があるかと思いますが、はい。やっぱりね、何でもそうですけど、それを続けているっていうね。だ平成元年からとかも35年続けられているわけでしょ。で、店も増えてね。そして大きくなって、ね。プラザもやっている。ね。そういうことを考えますと、やっぱり、それなりの説得力があるってことですよね。その考え方というかね、やっていることにね。うん。やっぱり、まあ、そういうことだと思うんです。はい。ということでですね、今回はね、まあ、このビジネスリポートのね、中にあるんですけど、販売店公言学っていうね、有限会社フォーラム代表取締役会長の吉松久幸氏ですね。はい。この方ね。はい。まあ、ご存知の方いっぱいいるんじゃないですか。そちらの方面ではね。はい。この方で、ございます。はい。今回は、こういったものでございました。次はですね、6月号。前回6月号やりましたね。6月号に、袖本ですね。袖ヶ浦本だ。っていうのありますけどね。袖本の社長、会長なのかな、分かんない。ちょっと、すいません。今、女性の方、ご主人がちょっとね、もう亡くなられちゃってて、で、その後、奥様がね、やられてるんですよ。経営されてるんですよね。やっぱり そちらも大きいお店です。はい。店舗もいっぱい持ってます。ドリームやられてますね。はい。そういうお店です。はい。まあ、要は、勝ち組、負け組っていう言葉があるなら、勝ち組に入る。ね、あれだと思いますけど、まあ、その、記事もね、よろしければ、と思いますけどね。はい。ということで、今回はね、リポート、この BDS の業界誌、BDS のリポートの中にある、販売店公言学っていうね、コーナーがあるんですけど、バイクフォーラムのね、こちらの会長の、ね、吉松さんの、インタビュー記事、ね、こちらを、皆さんと共に、ね、見てみましたが、いかがでしたでしょうか。ということで、お付き合いありがとうございました。